アローラーダイスです。今回は久しぶりにポケモンウルトラムーンとウルトラサンを動画で起動させています。で今回ですね、ポケモン秘密クラブで受け取れる色違いの伝説ポケモンネクロズマを受け取ろうと思います。ということで早速贈り物を受け取るから受け取っていきたいと思います。秘密クラブの入会なんですが、ポケットモンスターソードシールドを予約した人がもらえる秘密のコード番号で入会ができるものになります。で今回はポケモン秘密クラブの会員が 55,555 人を突破したということを記念して配られた色違いネクロズマです。でシリアルコードは秘密クラブの入会をして、でその画面から受け取るっていうのを選択できたので、そこでメールで届いたコードを入力しました。シリアルコードでもらえる期間が9月の6日金曜日18時から11月の14日木曜日の19時59分までと決まっているので、まだ受け取ってないっていう方はポケモン秘密クラブの入会をして受け取りましょう。11月14日なのでソードシールド発売日の時までですね。久しぶりに配達員さんがいる、嬉しい。でもその前にちょっと手持ちを変えようと思います。もちろんですね、サンムーンのソフトでもウルトラサンムーンのソフトでもどちらでも受け取ることができるんですけど、私は今回ウルトラサンムーンのソフトを系にしました。あのネクロズマと合体させたかったっていうだけなんですけどね。これで OK かな。はい、ネクロプラスルナ、今ちょっとルナーラ手持ちと合体してるのでこれを外して、でこっちのソフトムーンなのでルナーラと合体させます。で受け取ろう。はい、嬉しい。本当に配達員さん久しぶりですね。で通常色のネクロズマは黒なんですけど、色違いのネクロズマはネイビーみたいなちょっとねブルー系なので、色ちょっとだけ違いますね。下画面を見るとこんな感じです。でジャッジと性格もチェックしたいのでパソコンにも接続してみようと思います。性格って固定なんですかね、なんか固定じゃない気がするので何か気になります。あ、勇敢でした。多分持ってる技の光の壁、身代わり、月の光は同じだと思います。で、ジャッジが微妙。3V ではあるけど、まあまあが2つある、まあ、特製のプリズムアーマーはそのまま同じくですね。では合体させましょう。で、後でですね、ウルトラサンの方でももう1体ネクロズマを受け取るので、その時と比べてみようと思います。多分性格違うんじゃないかな。これで合体しました。シャドウレイを覚える。で、見ましょう。色違いのネクロズマの色はピンク。すごい綺麗。ではせっかくなので戦いに行ってみたいと思います。で持ち技で言うとシャドウレイしか攻撃技が入ってなかったので、もしかしたらあのゴースト技意味なしのポケモンに当たった時には2回ですね。はい、到着しました。で本当に久しぶりなんでウルトラホールの中行ってみたいと思います。時間帯的にここだと反転世界に行ける時間帯になってるんですけど、ちょっとね夜中になっちゃったのであれなんですが、普通にウルトラホールでどっか入ろうと思います。なんか久しぶりに過ぎて近かった。18000とかでしたね、光年数が近い。あ、チルタリス今回はいける。さっきオースバメで意味なしでした。なんで HP がちょっと削られてます。では行きましょう。月の光、わ、滅びの歌から始まるの。
しようと思って月の光してしまった。あーやっぱかっこいい。一番全体が見えるかなと思ったんですけど、トロピカウンターがまずいのでシャドウレイを速攻打ちます。あ、ムーンポーズだ。全部月関係でもしかしたら技入るかも。一発かな、二発な気がしますね。あ、色って違うだけで全然イメージが違う。あ、やっぱり若干残った。それでシャドウレイをもう一回で、向こうもムーンホース、なぜか突き技になってる。うわ、いい感じですね。めっちゃかっこいい。ピンクすごいいい。筋力の羽、久しぶりだなこの作業。はい、ということで一旦戻りますが、ここからはウルトラさんを起動させようと思います。はい、ウルトラさん来ました。こっちも久しぶりですね。ちなみになんですが、ソードとシールドどちらも予約をしたので、秘密クラブの会員証のアカウント2つ持ってます。まあ片方コートさんのやつなんですけど、今回は代理で私がこちらでも受け取ろうと思います。ということで早速 CR コードを入れていきたいと思います。届いた、よし、受け取りました。性格ジャッジ確認しましょう。あ、穏やか。やっぱり性格違うんですね。こっちの方がいい。まあ、3V なのは変わらないですけど、個体値がこっちの方がいい。あれ、結構違いましたね。はい、では合体。ちなみにあのウルトラバーストをした姿のウルトラネクロズマも色が違うはずなんですけど、そっちもねぜひ受け取ってる方はやってみてください。今回は切らないでおきます。ちなみにちょっと薄い緑色だったはずなので画像を入れておきます。まあ、特性もプリズムアーマーに変わってますけど、ネクロズマですね。ではこちらも戦いに向かいたいと思います。さっきウルトラホールにウルトラムーンだと言ったんですけど、3はどうしようかな。アローラにいる状態にしようかな。ポニー、すごい久しぶりにポニー、花園行きますね。ソードとシールドも楽しみですね。で、サンムーン初めて起動させて、あのストーリー遊んでた時の感覚がなんか久しぶりだからありますね。何かな？あ、ラッキーだ。ラッキーだったら使えるからいいですね。大丈夫だと思う。まあ、ゴーストじゃないですもんね。メテオドライブ鋼だからいける。あ、こっちもかっこいいな。同じ色してる。ラッキーのピンクと近いんですね。戦ってみて分かりました。もうちょっと薄いのかなって思ってたら同じ感じの色味でしたね。ということで今回は久しぶりにウルトラサムを起動させて、ポケモン秘密クラブでもらえる色違いネクロズマ受け取ってみました。まだ秘密クラブの開催期間もネクロズマを受け取れる期間もあるので、まだの方はぜひやってみてはいかがでしょうか。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!